神奈川県第5区はかつて衆議院に存在した選挙区。1975年の公職選挙法改正によって生まれた選挙区で、それまでは3区の一部だった。定数は3。自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。この地域は現在の小選挙区では17区の全域と15区16区の一部となっており、 現在の国とは全く関係がない。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数87万5141人、投票率62.07%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数80万8785人、投票率 67.91%第38回衆議院議員、総選挙7月6日、執行当日有権者数、73万9618人、投票率 68. 68、68.68%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、70万3369人、投票率、 66.62%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日有権者数、64万8094人。投票率 74.、74.22%第35回衆議院議員。総選挙10月7日。執行当日有権者数、63万5509人。投票率。 63.41%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数60万156人、投票率72.98%。ありがとうございます。